皆様、こんばんは。2024年9月21日の金曜日です。毎週金曜日の20時からやってます。20時から21時までやってます。朝倉未来の船橋議会報告ご意見をお伺いする会にご参加いただきまして、ありがとうございます。で、この会は、1時間のうち約前半30分ぐらいで私の方から報告をし、そしてそこは、参加されなかった方でもご覧いただけるように、録画して YouTube にアップします。で、その後、録画を切りまして、皆さんから自由闊達なご意見をいただくために、録画を切って30分意見をお伺いするという形をとっておりますので、この録画を見られて、次回参加される方は、まあ、そのつもりでぜひご参加ください。それでは、まず、まあ、世の中の話題ということで、ちょうど直近の話題ということで、市議会議員としては、直接は関係がない、私、無党派ですので、直接はあまり関係ないんですが、まあ、雑感ですね、まず23日に立憲民主党の代表選で、船橋の野田佳彦さんが当選をされました。そして、26日に兵庫県知事の斉藤知事が自動失職知事選出直し表明をするということです。あ、しま、しました。だから兵庫県はこれから知事選挙になるんですね。まあ、いろんな話が出てる中に泉さんが出るという話もある、まあ、噂の一つとしてあるので、まあ、どうかわかりませんけど、まあ、出たら頑張ってほしいなと思ってます。さて、27日にさ、本日なんですが、先ほど3時過ぎぐらいに、自民党の総裁選で、石破さんが、当選するということになりましたので、まあ、自民党が石破さんで総理大臣と、で、野党第一党が野田さんということになりまして、まあ、お互い雰囲気として落ち着いたタイプなので、何か勢いで、拙速に、その総選挙をするんではなくて、まあ、きちんとじっくりと議論するということと、まあ、今、被災地のが、まあ、石川県が大変ですので、あまり選挙に、すぐに入るんじゃなくて、有意義な論戦をして、まあ、被災地支援の補正予算とかもきちんと、十分議論して通っていただくことを、まあ、地方議員の無党派の私からはお願いしたいなというふうに思います。で、27日の、まあ、石破氏が当選した直後に、私、歩いてましたら、まあ、知り合いの人に声かけられました。で、おめでとうございますって言うんで、私、無党派なんですが、まあ、なんか政治家なんで、何か今回の総裁選か、あるいはその前の立憲民主党の選挙について、なんか私がどっちか応援してるかということで、石破さんか野田さんのことをおめでとうございますというふうに言われたかと思ったら、その方は、まあ、私の、姿勢とか十分理解していただいている方で、おめでとうございますの中身は、医療センターの、建て替えのが不調、入札不調になって延期になったというのが、まあ、桜さんが頑張って、現地建て替えを求めているということが、まあ、まだ確定じゃないですけど、まあ、その可能性がまだ出てきたので、それに対しておめでとうということで、総裁選でも代表選でもなかったということです。ちょっとこぼれ話です。それでは、これから9月の議会のこの1週間の動きを中心に説明します。で、すでに20日に報告しましたので、20日前に起こったことは、簡単にだけですが、報告しますと、まあ、補正予算を含むものが1回撤回されて、で、それは放課後児童クラブ運営費に関してちょっといろいろ疑義があったので、それを撤回した上で再出し直して議論をしました。で、それと今言いました医療センターの移転建て替え工事が不調になったということですね。そして今週は、まあ、市民環境経済の、予算分科会などがありまして、いろいろ審議はしてるんですが、あまり、大きな動きはなかったので、まあ、今週あまり新しく報告することはそれほどないということです。で、ただ来週は私、予算決算委員会全体会質疑をしっかりするつもりですので、来週はまた報告できることがあるかなというふうに思います。
それで、前回の報告にもあったんですが、本日この内容を初めて聞かれる方もいらっしゃるし、録画だ、前回のものを見ずに、こちらだけ見られる方もおられると思いますので、船橋市立医療センターの移転建て替え工事の入札通知になったということです。で、入札してしまったら、もうこの秋から工事着工ということで、なかなか見直すことは難しくなったんですが、入札調になったことで、私が主張している現地建て替えも含めて、再び議論できるかなと思ってます。で、この入札調の理由について、健康促進委員会でも報告があって、あったんですが、まだ入札調の明確な理由はわからないという状態でありますので、分かったらまたお知らせします。さて、医療センターのことについて簡単にまとめますと、船橋市立医療センターですね。で、ここの右に見える、比較的新しい目の建物が B 館のし、あ、えっと、C 館の新館と、それからさらに奥に E 館で新しい建物がある。で、こちらの真ん中に見えている B 館や左に見えている A 館がちょっと比較的古いということであります。それで、ここの位置にあるんですが、それを海老川上流地区のもともと水害が危惧されるところに移転しようという計画が現首相案で、723億円の今の費用がかかるということで、これは見直した方がいいんじゃないかと私が言っているところです。で、これが現地の様子ですね。東葉高速鉄道から見た現地の様子です。さて、今言ったように、大丈夫ですね。今言ったように、ここが、ハザードマップで赤いエリアなんで、わざわざ安全な水害が危惧されないところから水害が危惧されるところに移転するのはいかがなもんかという議論をしております。で、先ほどちょっと言ったんですが、確かに B 館と C 館は若干古くなってるんですが、C 館の旧館は古いんですが、比較的新しい C 館の増築分や E 館もありますので、これを、使わずにこのまま、放棄するのはもったいないということで、ここを残しながら A、B、C について順次ローリング建て替えするということをやるべきだというのが私の主張です。で、その主張は、慶応大学病院で実際に古い棟を壊しながら新しい棟を建て替えて、順番に建て替えていった実例を学んできましたので、これなどに学べば十分できるはずだと。で、多分723億はかからずに、もっと安い金額。慶応の場合には300億。今ちょっと値段が上がってますから、300億でいけるかどうかわかんないけれど、少なくとも、原案よりは移転建て替えの分が、移転の分がなくなりますし、その水害危惧地帯への、対処のための費用がなくなりますので、こちらの方がいいんじゃないかということをこれからも主張していきたいと思っています。ということで、現市長にこれから、もう9月の質疑は終わっちゃったんですが、12月議会で求めていきたいことは、入札通知の理由公開。で、工事のさらなる高騰ならば、一旦、もうこれ以上何回も上がってますので、さらに上がるようだったら、一旦白紙撤回すると。で、労働者不足が原因ならば、労働者がいないんだから延期すべきだと。で、いずれにしろ、現地、臨時の建て替え案と、移転だけど、規模を縮小する案と原案。の3案を練り足3案から市民の意見を聞きながら決めていくべきだと。で、なおかつ2025年6月に市長選があるので、その新しい市長、その今の市長がもう1回、立候補されるなら、それはそれで、権利としてあると思うんですが、その市長選での判断を待つべきだと、今の、原案で済むんじゃなくて。そして、臨時、現地、臨戦した手替えとなった場合には、海老川上流地区の有効利用は市民から公募すべきだというふうに思っております。で、私はもう、公募はいろんな意見があると思うし、当面は広場と運動、公園にするのがいいと思うんですが、例えば、私の構想としては、この公募提案の一つの提案として考えてるんですが、市立看護学校の大学看護学部への再編と、寮も整備して、発展させると。あるいは企業系、情報系、住まい系学部を、大学を誘致するか、あるいは、一律など、あるいは、なんで考えるかということで、
放送したらどうかということですね。あと、一番の西地区に文化設備を、整備したらどうかというふうに思います。これ、文化ホール的なことも含めて。さて、私の質疑では、私が9月にやった質疑は、これらの、学習支援のことと、それから、学習支援や、ひとり親家庭の就業支援や、高校生の学習支援の話、障害児、医療的ケア児の保育園入園とその後のフォローの話。で、13日には、これらの内容で質疑をいたしました。で、これらの質疑はすべてもう録画中継出ておりますので、ぜひご覧いただければと思います。この中で、1番のはさっき言った通りですね。で、2番は、河川水位や水害危惧地点の把握のために、今、市場と、それから、海老川の市場地区と中津川と、それちょっと真間川は船橋ではないんですが、船橋市に隣接する市川の鬼越え、この3箇所は河川に監視カメラがあって、それを私たち、雨が強い時にネットで見る、その河川の状態を確認したり、水位を確認したりできるんですが、それが、笠間川も水位確認だけ少しあります。ただ、3箇所あるいは4箇所しかないので、市内の各河川に整備すべきだということを質問したところ、木戸川については検討するという方向の答弁でした。あと3番の公民館と美山市民センターなどで空き部屋が多いので、きちんと閲覧室、自習室の形で、申し込みがなかったら一般、ふらっていった人が無料で、利用できるような、形で部屋を開放すべきじゃないかという提案したところ、これは残念ながら拒否されている。で、クーリングシェルターについても町会自治会館などを活用すべきだということも、あまりちょっと検討していただけなかったと。で、ミニバスについては、今、いくつかのコースがあるんですけど、これ高齢者の送迎事業としてあるんですが、それのバス停を増やすことは検討がし得るということですね。で、6番が一番大きなことなんですけど、もう3割の自治体がやってる学校給食の無償化、そして品川区などがやってる市教材費、補助教材費の無償化を残念ながら、提案したんですけど、市長に提案したんですが、検討しないという答弁でありました。で、マンション化については、ちょっと固定資産税の手続きを簡略化すべきだという話。あと、補填の日については、紫色の、教養講座やった方がいいんじゃないかという提案です。よかったら、動画を見てみてください。それで、今後の予定をご紹介します。で、10月11日に、市立船橋高校の1年生、8クラスに、船橋市議会の広報委員会が、入って、各クラスの授業として船橋市議会出前講座をやります。で、市立船橋高校で授業の一環としてこれが行えるのは初めてであり、私、船橋市議会の広報委員長やってまして、その議論をまとめてきたんですけど、画期的なことだなと思います。今まで、実は、2つやってます。東洋高校で希望者に、放課後講座としてやった。そして、今年の1月末かな、2月の初め、あ、1月末ですね、には、東京学館船橋に全員を体育館に集めてやったというのがあるんですが、今回は市立船橋高校にクラスごとに、各候補員が入るという形でやりますので、より身近な形で質疑応答ができるので、これは今後もさらに広げていきたいなと思っています。また、様子が分かりましたら、実施しましたら報告します。で、これからのスライドは、これから私が関わるイベントの紹介です。ということで、まとめていきたいと思うんですが、11月11日は、これは一般参加できないイベントなんですが、こういうのをやるということですね。その前々日の10月の9日に、9月議会の議決が行われまして、その2日後にこれが行われます。それからご案内ですが、10月の19日に、東大駒場寮での絵画体験、そして予備校教育地方自治ということで、東大のホームカミングデーで、私が講演させていただくので、去年は泉房穂さんがやられたんですが、今年は私がやらせていただくので、これ誰でも参加できますので、
ぜひ、おいでください。安田講堂や、とか、イチョウ並木の隣の、建物の教室でやります。で、まあ、私も何回も言ってしまって、もうご存知の方もおられると思うんですが、まあ、泉スタッフさんとは、ちょうど、駒場寮時代に一緒に過ごした、切磋琢磨していただいた方で、まあ、当時から非常に活発な方でありましたけど、私もそれに刺激されて、今に至るということですが、そのことを中心に、まあ、一つのテーマとして、また、言いたいと思っております。これが私の住んでいた寮ですね。の寮です。さて、10月26日には、みんなで野口生態の活源運動をする会というのをやりますので、これも私のホームページにご案内ありますから、よかったらご参加ください。これ場所は書き忘れましたけど、勤労市民センターの和室でやります。これ、前回7月の21日に高堂センターでやった時の様子ですね。まあ、体ほぐし体操だと考えていただいています。さて、で、10月27日には、美山市民センターで1日イベントをいたします。で、私はこの夏に、まあ、いろんな公民館、といっても26公民館のあるうちの10公民館、あ、11公民館と美山市民センター、これは公民館じゃないんですが、公民館に準ずるもので、にいろいろ出向いて、夏休みの子どもたちの勉強を見たり、市議会報告会をやったり、あるいは紫式部の講座をやったりしました。で、船橋ってやっぱり公民館単位で非常に買い物券とか、まあ、学校の学区もそうですし、だって公民館単位レベルが中学校くらいであり、そこで皆さん買い物をしているので、で、各公民館に出向いて、その地域の人々の雰囲気を知る、を感じるということが政治家としては大切だと思ってるんです。だから私はその意味でも、今の市長には、船橋市立医療センターどうしても移転建て替えしたいんだったら、きちんと各公民館で、市長自身が、地域住民に説明すべきだと2度要求したんですが、それは拒否しました。非常に残念なことです。だから、まあ、今の市長はあれですよね。市役所の中に閉じこもって、まあ、祭りとかいいところだけ、顔見せできるところだけは挨拶をいたしますが、自分が相当の税金かけて行う事業について市民に自ら説明しないと。で、担当課にだけ任せているということで、非常に問題の姿勢だと思います。まあ、泉さんも積極的に、明石市長の時代は説明してたし、まあ、いろいろ評価は分かれるというか、今の、政治的姿勢は評価が分かれるけれど、安芸高田市の石丸市長も、とにかく、市に関わる情報は YouTube で発信したりしていたので、やはり、あと、熊本市長は結構災害情報とかをツイッターで積極的に発信してたりします。ということで、情報発信と各地域での住民との直接対話というのが市長の必須要件だと私は思ってるんですが、現市長は全然そういうのやらずに、お金だけどんどんバンバン使おうとしてるということで、非常に問題だと思ってますけど、まあ、ちょっと話が、前置きが長くなってしまいましたが、まあ、ということで、美山市民センターにも、夏に伺ったんですが、やはり美山地区でもイベントやった方がいいだろうということで、ちょっと秋にもイベントします。で、1時間市議会報告をやりまして、1時間ちょっと私が、まあ、新型コロナウイルスと、まあ、新型コロナに関連してなんですが、実は新型コロナの頃に、緊急事態宣言で外出ができなかったときに、私、連続講座ってのをやったんですね。ウイルスの仕組みとか、まあ、対処の仕方とか、いろいろなことを、講座をやったんですが、その中で一番再生回数が多かった、動画全部アップしたんですが、けど、ここなんで人とウイルスの不思議な関係ということで、胎盤の形成を促進した人の間でトリウイルスということで、ウイルスは、まあ確かに手強い存在だけど、実はウイルス的な存在が人の進化を促してきたというところもありまして、胎盤の形成も実はウイルスによって、ウイルスが、人の中に内在化したウイルスが、促したという歴史がありまして、まあだから非常に、緊急事態宣言できつい時期に、で、ウイルスが本当に怖い時期に、逆に、まあ皆さんがこれを一番再生したということは、まあ怖い中でも、なんか希望というか、
新しい見方をすることを皆さん望んでるかなというふうに感じましたので、その話を、ちょっと落ち着いた今だからこそしやすいのでしようかなと思ってます。これ私自身が午前中。で、午後は、ゲストというか、ものづくりのことをやってきた、大関さんという方が、手作りラジオを作ろうという講座をしますので、それをぜひやっていただこうということと、これまで何回もお呼びした箕野遥さんに科学の、研究講座をやっていただこうというふうに思っております。ので、私のホームページに詳しい案内がありますので、ぜひ、これ全企画とも飛び入り参加可能。ただ、この手作りサポートのこの手作りラジオキット作成は、ちょっと材料の都合上、先着順になりますので、確実に参加したい方は申し込みが必要なんですが、1と2部と3、4部は、当日参加も可能ですので、ぜひおいてください。まあ、市議会で、議論するとともに、やはりいろんな市民の方々と対話したり、参加できる講座を、やっていこうというのが私の基本姿勢ですので、それで書き忘れましたが、リアルの、議会報告会も10月12日にあります。ちょっと書き忘れましたね。ここですね。この前日、この次の日だ、10月の12日に、勤労市民センターで10時から10、あ、10時から12時、リアルの、このオンラインじゃなくてリアルの、議会報告講座もやりますので、議会報告会もやりますので、ぜひご参加ください。それでは、これが最後かな。で、次回のご案内となるのは10月4日ですね。9月27日は本日ですので、10月4日に次回やりますので、この動画を見られた、録画で見られた方で、参加してみたいと思う方は、ぜひ、これがパスワードと ID ですので、参加ください。この QR コードでも読めるはずです。ということで、ご清聴ありがとうございました。これから録画を切って、自由な意見交換の時代、時間にあと30分程度ですが、したいと思います。じゃあ、ご清聴ありがとうございました。次回参加をお待ちしています。